笹川福子と申します。オーストラリアに住んでいます。で今は会社員で在宅ですけどもフルタイムで働いています。結婚して、子供を、一人目出産した後に、社会仕事復帰したんですけども、会社員をしながら育児をしながらの両立がもう全然できなくて、で時間の余裕もないし、もういつもバタバタしててちょっと限界を感じていて、でその後、2人目の出産後もいよいよもう本当に無理だなっていう形になって、家の中 もうめちゃめちゃになり、夫婦喧嘩も増え、働いても働いてもお金が出ていくっていう感じで、本当に苦しかったんです。でそこに、下の娘の生後7ヶ月の時の痙攣っていうちょっと事件があって、それでもう本当に何とかしなきゃと思いました。はい、まず最初に在宅でできるインターネットを使った稼ぎ方を教えてもらえるっていうところにすごく魅力を感じたのと、あとは育児中でもできるということで成功しておられる方がたくさんいらっしゃったので、入ろうと思いました。結論から言いますと、まずリアルに勉強会に参加させていただいて2ヶ月で、売上66万円達成しました。すごくやらなきゃいけないこともたくさんあって、ただ仲間がたくさんいて、あと教えてくださる方がたくさんいて、難しかったんですけども、私でもインターネットを使ってこうやって稼ぐことができたという自信がつきました。はい、先の見えない自分の人生に不安を持っている人にはおすすめします。お金のこともそうですし、それ以外にもやっぱり気持ちとか人生楽しいかとか、あと、家族いる方には自分の子供が将来どうなってほしいかとか、そういうところをやっぱりいい未来が描けない方にはぜひウィナーズクラブ入っていただきたいと思います。